せーの、ドンと。ああ、スリーポイント成功率 45% 以上です。そうですね、やっぱワールドカップでもスリーポイントの確率は3勝しましたけど、やっぱ足りないっていうデータもありますし、よりレベルの高くなっていくところで、この 45% 以上決め切ることができれば必ず勝つと思います。本当にもうその通りだと思いますね。もうやっぱりもうトムさんのバスケットはもうスリーポイントが本当にもう鍵というか、まあ、それがもうメインのオフェンスの武器なので、本当にもう入れば入るほどもう勝ちにはつながるのかなと思うので、真面目な回答だと思います。真面目な、なんかちょっと面白みがないような真面目な回答だと思ってます。はい、いやもう本当もう一段階こう上にのレベルだと思うんですよ、こうドイツであったりフランスっていうのは、っていう相手に対してやっぱり本当にこのスリーポイントの確率が本当にキーになるので、まあ本当にいいディフェンスから速い攻めでっていうところがやっぱりキーになると思うんで、まあ、そこで しっかり高確率のスリー決めてっていうところをやっていければ、はい、勝つチャンスあると思います。はい、まあ、それはもうやっぱセレブレーション持ちの比江島選手がやっぱり一番期待したいかなと僕は思ってます。河村選手ももちろんすごいですけど、やっぱりメインはガードなので、やっぱりスリーポイントだったりアタックだったりするところは比江島選手のところなかなと思ってます。うん、まあ、もちろんワイドオープンスポットのスリーポイントを決め切る力もありますし、あとはやっぱ1対1からだったりとか、ピックアンドロールからだったりとか、まあ、いろんなバリエーションでスリーポイントを打つことができるので、まあ、それはやっぱりよりパーセンテージの高くなるようになってるかなとは思いますね。褒められましたけどどうですか。褒められましたけど、いやなかなかこう面と向かって褒められることないんで。いつもいや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 、褒めてるけどな。みんな褒めてるよね。褒めてます。褒められ足りないってことですか。褒められ足りないし、本当は本当褒められて伸びるタイプだから、そこらへんちゃんと分かってくれた方がいい。あ、なるほど、ね、めちゃくちゃ喜ぶから、よろしくお願いします。はい、今年何歳やっけ。33、4 褒められて伸びる知らんかったやろ、俺が褒められて伸びる。褒めて嬉しくないってないもんね。褒められたいよね、やっぱり褒められたい。はい、セレブレーション、セレブレーション、自分で言うのめっちゃ恥ずかしいんですけど、まあでもやっぱこのチームはでもね、本当に日替わりでヒーローがこう生まれるっていうのが本当に特徴的だと思うんですけど、まあ1試合のどこかで、まあ自分もこう、まあチームに影響を与えられるようなあのスリーポイントっていうところを決めていけば、こう自分のこの中セレブレーションも出るかなっていうふうに思うんで、まあ、僕はこう積極的にやるタイプはないんですけど、やっぱりこう気持ちが入ったりっていう時にこうセレブレーションが出てっていうことなので、はい、こうセレブレーションが出たら自分も乗ってる証拠だと思うんで、勝てる、はい、勝てるよね、勝てる、なるほど、勝てるよ、ね、じゃないかなっていうふうに思います。ナイスナイスナイス、まず NBA 選手のパクリですから大前提、はい、大前提として、はい、あの顔は俺のアレンジやけど、はい、今日も出してきたかと。やっぱり僕は正直、まあワールドカップの時やっぱなかなか試合出れずにやっぱベンチでおることが多かったんですけど、まあ、やっぱりね、試合でスリーポイント決めるとこう多分嬉しさとでもセレブレーションしないといけないっていうこの2つの感情がある、んでしょうね。こうするけど顔はもうよっしゃーみたいな、こんな顔をするあのセレブレーションの時が好きです、僕は。ああ、そっちの方が好きだった。そっち、あの、はいはい、感情爆発型のあのセレブレーションの方が俺は好き。ああ、いいね。クール系の方じゃなくてこのクール系もう抑えきれてない。そう、もう抑えきれてない、もう、はい、いけるぞ、もう今ノリに乗ってるぞと言わんばかりのあのセレブレーションの顔が僕は好きです。出てたな、感情が。うん、出てましたね、出てましたね、あれは。河村選手はどうですか。いやでももともとね、あの試合の時にすごい感情を出す選手じゃないんで、そういう選手じゃないからこそそういうのが出た時のチームの盛り上がりはやっぱありますし、やっぱりね、ほぼ勝ち確っていうか、
じゃないと多分あんま出ないじゃないですか。そうやね、本当に勝てるぞって思った時じゃないと多分気持ちの余裕的にも出ないと思うんで、多分出た時はもう勝つ流れが来てる時じゃないですか。最後、川本選手。あ、いいですか、はい、これまこっちゃんの笑顔ですね。いや、分からん。これ大事なんですよ。僕やっぱり本当にこのパリで勝つにはもうほんまに比江島さんの力が必要と思ってるんですよ。でさっきのこの感情爆発した顔ってあったじゃないですか、まあ、笑顔っていうよりかは顔っすね、いい顔っすよね。やっぱりプレーしてる時になんかちょっとやっぱうまくいってない時って結構渋いんですよ、顔がなんかなんかすごいなんかもう八眉みたいな、なんかずっとこんな感じでよう見てるな、うん、でもなんかでも先輩やしなと思いながらもなんかまあもちろん自分で切り替え方も分かってるだろうし、まああれですけどやっぱりこう乗ってる時の顔がやっぱり好きなんですよ。もうなんかもうなんかなんだろうな、さっきも言ったんですけどセレブレーションのこの顔も好きですし、なんかあとはなんかスリー決めたとか困っちまうぜみたいな、こんな入って困っちまうぜみたいな時の顔もあるんですよ。そんな調子いやあるんですよ、そういう時あるんですよ。そんなバリエーションあるんですよ。いやあるあるマジみたいな時の顔あるんですよ。そういう時顔も好きなんですよ。でやっぱいい顔してる時って比江島さん調子いいんですよ絶対。そりゃそうじゃないですか、みんな一緒なんですけど、うん、で僕は比江島さんがそういう風に活躍することによってパリに勝てると思ってるので、だけまこっちゃん比江島さんの笑顔ということでこれにさせてもらいました。僕はね、やっぱり一番その全部振るよ、まこさんのお前さ、そう、いや一緒にいるじゃないですか、よくだからその変化を一番分かってる選手がそうやって言うならやっぱもちろんそうだと思うし、まあ僕からしてもこうなんだろう、闘志がみなぎってるというか顔に出てる時のまこさんっていうのはよりボールを預けたくなるというか、絶対なんかやってくれるなっていう気持ちがあるんで、まあ、だからまあポイントガードとしてそういったまこさんを引き出せるような役割は僕は持ってるのかなと思ってます。はい、2人ともすごくいい子、やっぱりすごい気持ちがいい。褒めてるもん、褒めすぎぐらいちょうどいいですかね。もしかしたら足らん説もある、これ。じゃあパリ前にもう一回、もう一回でもっと褒めた方がいいと思いますよね。気持ちよくしてほしい。気持ちよく。リアクションの話あったじゃないですか、比江島さんの。もちろんこれも話題になりましたけど、川村選手のフィンランド戦の。あれよかった。本当に狙ったかのようなカメラ前で、え、お前これが放映されると分かってんのっていうぐらいの、なんかもうあれエンドワンだった、確かエンドワン、すごかったよ。もうくるって向いて目の前にカメラあって、もうカメラの位置確認してた、確認してた。こいつマジ試合前から、いや試合中にこの時点で多分もう見てた。でピッた瞬間にあでもじゃ川村こうカメラオッケー。そんな余裕あんの、すごい。マジこいつ視野広いですから、分かってるでしょそれは、この視野の広さ。それ分かってるけど。多分見てますよこいつは。いやあれ良かったな。いやあの良かったね、感情爆発。なかなかないよ川村の。ないね、いつもすまし顔なんでこいつ。クールぶってますからいつも。いやマジで見えてなかった。それはマジで見えてなかった。ほんまになんか、まあ、これカメラのこのテレビだとしてさ、なんか端っことかじゃなかったもん。もう真ん中にお前おったよねあれ。もう画角の。画角の真ん中もう全部ちゃんと入ってるし、あともう顔もね。顔ももう。お前どんだけ完璧なんと思った。これすっごいと思ったもん俺普通に見て、いやみたいな、確認してるやんと思ったもん普通に。あれはまあこれまこっちゃん書いてますけど、まこっちゃん関係ないですね、もう実際もうみんな、ね、全員の顔っすよね、もちろん、まあ、みんなやっぱりいいプレー、まあ、それも当たり前ですけどね、いいプレーした時やっぱ顔が、あの川村ですらカメラ一旦確認して超えてますから、まあ、やっぱりね、やっぱそういう風にみんながこういい顔になった時が勝てる要因なのかなって僕は思いますね。いや本当にこう戦術とかもやっぱもちろん素晴らしいんですけど、やっぱりこうモチベーターとしてのそのなんかこう言葉を発するなんか力っていうか、本当になんか僕らもたまにやっぱ不安になっちゃう時も僕もあるんですけど、でもやっぱりそうトムさんのそのなんて言うんでしょうね、そのみなぎってその自信とかっていうのはやっぱりもう本当に僕らもなんかついていきたくなるような本当に素晴らしい
ものを持ってると思うんで、やっぱりそう改めてそのワールドカップでもそう信じる力っていうのは本当に大事なことって本当に教わったので、やっぱりそういうところはやっぱり本当に素晴らしい方だなっていうのは思います、はい、なんだろうな、期待してくれてるのかなっていう、まあ、プラスの意識は持ってますし、まあ本当にね、怒られてね、ダメというか、まあ、代表呼ばれないと思うんですよ、本当にダメだったら、まあ、先に期待してくれてるっていうことの一つの裏返しといいますか、まあ、だから別にといいますか、それはやっぱ熱量を持って言ってくれてることはありがたいことですし、まあ、やっぱりもちろん、まあ、僕もめちゃくちゃ言われますけど、まあ、それはでも周りの選手も同じぐらいの熱量を持って、それはトムさんはその怒ったり感情的感情を前に出して言ってくれるので、なんだろう、だからなんか僕だけだったらね、もちろんなんかちょっととか思っちゃいますけど、正直でももう本当にもう全選手なんか同じようにちゃんと同じ熱量を持ってやってくれてるので、なんかそこは僕はすごいいいコーチ、ヘッドコーチだと思ってます。そうですね、やっぱり本当に誰よりも僕たちのこと、僕たちの可能性を信じてくれてるっていうか、僕たちの力を発揮することができれば必ずベスト8になれるよっていうことを、まあ、常に日頃から伝えてくれてるんで、こう、まあ、自信がない時とかうまくいかない時でも常にモチベーションをこう上げてくれるような言葉をかけてくださいますし、まあ、また、まあ、川松選手も言われてましたけど、やっぱりチームのために、自分の成長のために常にそのアプローチは変わるとしてもこうアドバイスしてもらえるんで、やっぱ本当に日本代表の合宿でやっぱ成長できてるなっていうには感じてますね。本当に僕ら の日本代表としての目標はベスト8に行ってパリで試合をすることっていうところが目標なので、まあ世界を本当に驚かしてまたワールドカップから進化した僕らの姿を見てほしいなというふうに思うので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。